の1年先輩が真田広之君、浅田優子君、はいはい、で浅田優子って身長がでかい女性だから、はい、2年生の一番後ろの女性は浅田優子だね、はいはいはい、で俺1年生の身長低い男性が一番前、あ、じゃあで朝礼の時に、あの D コースで芸能コース縦に並ぶんだけど、うん、前なれっつと浅田優子のケツの割れ目のところに俺の手が触れるから、宮崎ブブブブブ宮崎触んないでよって、俺触ってるわけじゃねえ、手が触れんだよっていう、あ、え、背が高いけど、そうか、学年ごとだから、そう、浅田優子のケツなんだよ、すごいね、それも、でも本当スラッとした当時堀越ってさ、みんな女この三つ編みが規則だからさ、はいはい、ブス座が可愛いんだからよくわかんねえんだよ当時、そう、あれがさ、あ、そうです、うん、でもそういう順番だったんですね、うん、でもでも浅野ゆう子さん当時もうデビューされてましたよね、してたよ、で人気も出てて、もちろん化粧してこねえんだから、うん、生の朝のよくは綺麗だったけどね。だってテレビでも本当に人気のアイドル的なところからデビューしてますし、うん、彼女の場合は。だから1年。足も長くてスラーッとしてました。こう